スノーボーボドっってやったことありますか僕はですねスノーボードを初めてやったのは多分、社会人になってからだったんですけど、まあ、最初は全然滑れないんですね、本当に立ってそのまま停止しているだけでもね難しくてすぐに転んでしまうんですね、で当時、ですね一緒にスノーボードに行っていたメンバーがみんな滑れる人ばっかりだったんで僕一人だけねこう常にこけてばっかりでもう全然楽しくなくて。 ゲレンデでね、なんかこうゆっくりしてた記憶があるんですけど、でも何度も練習してるうちに少しずつ滑れるようになってきて、で、滑れるようになると、なんか楽しくなってくるんですね。スノボの面白さがわかるみたいな経験があるんですけど、まあ何の話をしたいかっていうと、やっぱりできないっていう状態が長く続くと、楽しいって感じることってなかなかできないと思うんですよ。で、できなかったことができるようになってくると、 楽しくなってくるわけですね。だから、特にこのビジネスをする上において、個人でオンラインでね、ビジネスをしていこうって思うときにですね、やっぱり物事の順序ってすごく大事で、例えばネットビジネスっていうね、えー、分野に関して言うならば、いきなり素人に対してですね、月収100万稼ぐ方法とかっていうのを、まあ、教えてる人とかがいるわけですけど、まあ、 全くのド素人ですね。何のスキルもない、経験もない人が、いきなりそういうハードルの高いものを手を出してもですね、まあ失敗する可能性が高いわけですよ。例えば山に登るときにね、今まで登山したことがない人はいきなりエベレストに挑戦しないじゃないですか。だけど、ビジネスの世界ではなぜかそれをしてしまうんですね。全く未経験の人間が、それこそ年収1000万とか1億とかね、みたいな話に手出したりとかね、下収100万に手出したりとかしてしまうわけですよ。 でこれ何が問題かっていうと、その後にですに、ね、失敗経験っていう、まあ、傷を負ってしまうわけですね、例えばその月収100万稼ぐ方法みたいなものに挑戦して、うまくいかなかったら、ああ、自分はうまくいかなかったらダメな人間だっていうね、そういうまあネガティブなセルフイメージを持つようになってしまうわけです、だから自己肯定感も下がるし、セルフイメージも落ちてしまうわけですね。 でこの自己肯定感とかセルフイメージっていうのはすごくですね、人生とかビジネスに大きな影響を与えるので、やっぱり失敗経験が多ければ多いほど、そういう自分に対してマイナスなセルフトークをしてしまうので、自己肯定感やセルフイメージが下がってしまうわけですね。だから変にそういうレベルの高いものを手を出すと、失敗体験とか挫折とかね、そういう、まあ、傷を負うことになってしまうわけですよ。それによって次何か新しいことに挑戦するときに、 ね、自分はどうせダメだとか、ね、過去やって、今までうまくいったことないから、今回もうまくいくはずがないみたいなことを思ってしまって、その通りになってしまうということです。だから何事もやっぱり段階ってものがあって、ね、いきなりエベレストを目指すんじゃなくて、まずは地元にある小さな山から、ね、登るっていう練習をするのが一番いいと思うんですよ、例えばコンテンツビジネスであれば、まあ、ハードルの低いものから始めていく、それこそ最初はまあ簡単な情報発信ですよね。 YouTube をやってみるとかね、ブログ書いてみるってところからスタートして、例えば Kindle で本出すとかね、本当に収益からしたら数百円とかっていうレベルかもしれないけども、まあ、そういうハードルの低いものからチャレンジしていくで。そこでできたっていう経験が自信につながるわけですよ。これができた、出版できたとかね、一冊売れたとかっていう、それが喜びとか自信につながって次に進んでいける。だから二歩目に進みたかったら、階段をイメージしてもらったらわかると思うんですけど、やっぱりね、 こうステップ2に上がるためには、やっぱりステップ1を、ね、こなさないといけない。一歩踏み出した人しか、ね、2歩目に進むことはできないわけですよ。だからまずは一歩を踏み出すっていうことが大事なんですけど、まあ、失敗する人の典型例として、いきなりね、すごい高いところを目指してしまう、棒高跳びで、いきなりね、もう世界記録みたいなところに棒を上げてね、そこにこう。 挑戦してしまうみたいなことをして結果としてマイナスな体験自分にとって良くない失敗体験みたいなものを作ってしまうということですだからこれって本当に戦略的に考える必要があってどうやったらねみんなこう短期間で大きく稼げるんだろうみたいな発想になるんですけど一番大事なのはやっぱり長期的にずっとね結果を出し続ける成果を出し続けるってうことが大事なんで短期的にダーンとね大きな お金を稼げたとしても、その後続かなかったら、まあ、意味がないわけですね。だから、ずっとこう長くビジネスを続けていこうと思うんであれば、やっぱり最初は経験を積むとかっていうところから始めるべき。で、小さな成功体験を繰り返していくっていうのが一番いいんですけど、やっぱりこのネットビジネスの業界とか、まあ、ギャンブル的に考えている人が多いので、月収100万みたいな感じで、いきなりそういうハードの高いものに手を出してしまう。仮にそのノウハウとかが本物であったとしても、やっぱり、 それを使いこなせるようになるためには、ある程度のスキルとかね、そういったものが必要になるわけです。何もやったことがない人が、セールスレター書いたりとかね、コピーライティングやったりとかね、ブログ情報発信したりとか、広告を使ったりとかね、メルマガ書いたりとか、コンテンツ作ったりとかね、できないじゃないですか。だからまずは一個一個、そういうところをクリアしていって、あ、自分はできるんだっていうね、小さな成功体験を積んでいく。でそれをできるっていう体験をすると、楽しくなってくる。 逆にできないっていう体験が多ければ多いほど面白くないし辛くなっていくだけなんで何事もやっぱ順序が大事ビジネスはやっぱ戦略っていうものは大事なんでみんな戦術のところばっかりノウハウのところばっかり注目してしまうんですけどどうやったら長期的にうまくいくかなっていうね戦略的に物事を考えるってことをしないとこの戦略がないままやみくもにビジネスを始めてもですねやっぱりうまくいかないケースが多いので。 そういう、まあ、小手先のテクニックとかね、ノウハウとかばっかりを注力するんじゃなくて、どういう道筋で進んでいくのがいいかなってことを考えることが大事なんじゃないかなと思うんですね。例えば、ビジネス始めたての人、よくありますけど、例えばコーチングとかコンサルティングで高単価商品売りましょうとかってね、よく言われるじゃないですか。でも、何の経験もない人が、例えばウェブマーケティングなんか一切やったことない人がね、マーケターですで、マーケティングコンサルタントですって言っても、 当然、例えば30万とか50万に見合っただけのサービスってのは提供できないわけですよ。経験が伴ってないわけだから。ってなると何が起こるかっていうと、信用を落とすんですね。売れるかもしれないけども、経験が伴ってないから、金額に見合っただけの価値が提供できないんで、信用を落としてしまうわけです。であれば、いきなり高いものを売るんじゃなくて、まずは無料とかね、安い金額から始めていって、ね、そこから少しずつ経験とか実績を積んでいって、徐々に金額を上げていくっていうふうにしないと、 それも戦略ミスなわけですね。いきなりデビューしたてで、全くほぼ経験がないようなズブの素人が高額商品をいきなり売るからビジネスが破綻してしまうみたいな。それは戦略ミスですよね。そういったところもちゃんと考えてやっていくってことがすごく大事なんで、順序、正しい順序で進んでいくってことをぜひね、意識してほしいと思います。